優子先輩、食べきってたね。思い出しただけで胸焼けする。よう。こんにちは。あ、こんにちは。部活もあるのに準備大変だったんじゃない？それはまあね。うん部活の方は私たちも力を貸すから頑張りましょうね。よろしくお願いします。そういえば滝先生は一緒じゃないんですか？ああ、さっきまで一緒にいたんだけど。ん？うわ、囲まれてる。関西大会を見てファンになったみたいね。まあ、外見だけじゃ性格まではわからないしな。ですね。あ、レイナ。あの子に話したの？え？滝くんの話。あ、いえ。レイナ。エンビスクかっこよかったです。式の時。滝先生。橋本先生が、あちらでお待ちです。気持ちはわかるけど、嘘言っちゃまずいよ。廊下で待っていたのは本当でしょう。あれは待ってたっていうか、見てただけっていうか。言えるわけないよね。何？え、いや、なんでもない。滝先生は、気づいているのかな？レイナの、気持ち。レイナは、どんな気持ちだったんだろう。どんな気持ちで滝先生を。久美子。え？うっ。大丈夫？うん。